です。私は引退をさせていただきます。今朝になってもその実感は湧きませんでしたが、今もこのリングの上に、この後ここを降りたらもう上がることがないんだということは、今言葉にしたらちょっと実感が湧いてきました。成人するまでプロレスというのはほとんど知りませんでした。だから当然自分がレスラーになるなんて1ミリも思っていなくて、でも人生っていうのは本当にわからないものだなと思います。プロレスラーになれて本当に良かったです。たくさんの方に応援していただいて、協力していただいて、本当に本当に本当に幸せでした。ありがとうございました。
しまった自分にもなんか悪かったなっていうか、そう思わせてしまったことに本当に申し訳ない。私は一度もプロレスをやめたいと思ったことがありません。やっぱりチャンピオンになる夢は捨てきれず、
やっとやっとやっとこのベルトお腹に巻きました。ギリギリなんですよベルトが。もう私今お腹引っ込めてるんですけど、すごいもうこのサイズがギリギリで、はい、これ以上太るなということだと思って、このまま、はい、このままこのベルトをお腹に巻いてたいなって思います。